吉安やは、14世紀19、小北山王国の最後の王。小兄柴王党、在位、1396年あるいは1401年から1416年。吉安やや小ワ柴は、個人名ではなくいずれも王党名、羽地の漢字音訳と考えられている。羽地王党、北山王の先代、民の長男である。中山予感や中山洋部には、 武芸絶倫で陰逆武道と記されている。民史に計14回の長考の記録が見えるが、中山王に比べて頻度が低く、北山の劣勢が伺える。進化の本部平原が、吉と友に、中山攻撃を進言すると、本部平原と反目していた周辺の北山諸味が、中山と内通しこれを伝える。九尾ではは、吉康友王は、 進化を転じる無能な王として描かれている。しかし、玉美はあくまでも北山を討伐した琉球王国の視点で描かれているので真実ではないと思われる。その証拠として、中山予感には武勇に優れた悲劇の英雄として描かれている。1416年、台頭する佐々木味の師匠、橋親子を率いる中山軍、北山昭アの連合軍が泣き尋常を攻める。 優勢ながらも堅固な城を攻めあぐねるが、小差丸の計略により、本部平原が裏切り城は落城。吉康友は本部平原を撃つと、巨城の亡き人城にて自陣した。伝承では、吉康友一族はことごとく撃たれたとも、小差丸らの手により、南山にかくまわれたとも言う。吉康友は、千代金丸と呼ばれる、普代宗伝の宝刀を持っていたが、没後、 中山王の手に渡った。ありがとうございます。